ワニ,ワニ料理、ワニ料理、ワニ料理、ワニ料理とは、広島県のうち三次市や小原市などの美北地域で食べられる郷土料理である。本校で述べる、ワニとは、爬虫類のワニではなく、軟骨魚類のサメ、フカのことを指す。サメを表す古語では何時と表記され、稲葉の白ギ伝説では何時が登場する、出雲地方を中心に、現代でもこの古称が使われている。 サメ肉を食べる習慣は世界中で見られるが、一定地域の住民全体が刺身として食べるのは美北地域特有の風習であり、日本国内でも他には宮崎県の一部でしか見られない。サメ肉はトリミチルアミン N ヌオキシドおよび、尿素の含有量が著しく高いため、食中毒の原因となるヒスタミンの生成が抑制される上、 酸化による脂質の変配も起こりにくい。このため保存性が高く、2週間ほど経過したものでも刺身として食べられており、冷蔵技術が未発達だった頃から、酸幹部で生殖できる魚として重宝されていた。ただし、河川もあることから、当該地域でも、アユなどの淡水魚を食べることはあった。一方、トリメチルアミンエヌオキシドと、 尿素からそれぞれ生成されるトリメチルアミンとアンモニアに加え、火が立つと肉の pH が上昇して匂いが揮発しやすくなるため、鮮度の低下したサメ肉は強烈な匂いを有する。なお、現代では輸送や保管が低温で行われることなどもあり、アンモニア臭などがない状態で食されている。ただし、ワニは隣の家まで匂うくらいのものがうまい。 古くなったワニを味噌漬けにして焼いた時の強烈な匂いが良かったなど周期を肯定的に捉える意見もある。現代ではネズミザメや青ザメ、種クザメ、メジロザメ、オナガザメなど20種類ほどが食べられネズミザメが最も効果となる。種類によって肉の色は薄いピンクから紅色まで様々である。鹿児島県、高知県、静岡県、宮城県、 島根県で、マグロやカジキと共に、水揚げされたものが、冷蔵輸送され、年間消費量は150トン余りに達し、その半分が正月と祭りの時期に消費される。味については、マグロのトロや甘エビのように甘い、と評される。脂肪が少なくて柔らかく、トリミチルアミニエヌオキシド由来の甘みなどが、影響しているためと考えられている。天保五年。 1834年に山陰の行商人が三次地方でワニの炙り串を売っていたという記録があるが、江戸時代にはワニの刺身を食べる習慣はなかった。一方、江戸時代から清市への輸出のため俵物三品は積極的に漁獲活動が行われ、明治になると1892年頃から岩見地方でも深ひれを得るため本格的なサメ漁が始まった。 朝鮮半島沿岸などで、サメ漁をすでに盛んに行っていた山口県や大分県などの漁民はヒレを切った後のサメ肉を海中に投棄していたが、山陰の漁民は近場で創業することもあってサメ肉を持ち帰り、内陸部に販売するようになった。江戸時代に整備された銀山街道を経て、夜通しに車を引いて歩く、行商人によってサメ肉は、板たける港から、 中国産地の奥まで輸送された。海産物は干物か塩漬けしか入手できなかった住民に無縁のサメ肉は歓迎されたという。1900年代に入るとトラックも輸送に使われ、この頃からワニの刺身が食べられるようになった。第二次世界大戦前までは腹がつべとうなる、冷たくなるほどワニを食べたいという言葉があるほど好まれていたという。 1950年代にはまだ、美北地域では、電気冷蔵庫は普及しておらず、安価なこともあって、ワニの刺身は晴れのごちそうとして食べられていた。また、鮮度が落ちたものや、頭部などは煮こごりにしていたという、電気冷蔵庫が普及し、スーパーマーケットで、サメ以外の新鮮な魚介類が販売されるようになると、ワニ料理の地位は相対的に低下した。一方で、 1986年には、口和町、現、小原市にワニ料理の専門店が開店している。現代でも美北地域におけるサメの人気は根強く、ワニがないと祭りも正月もくんと言われる。三次市や小原市等の市内の寿司屋でメニューに並ぶこともある。現代では、生のまま、刺身として食べるのが最もポピュラーである。醤油に加える薬味としては、生姜が、 最も広く用いられているが、わさびを使うケースもあり、かつては、アンモニア臭を打ち消す効果が重視されていた。なお、1950年代には醤油だけ、ないし砂糖醤油につけて食べるケースもあった。脂身を薄く、そぎ切りにし、湯引き、当該地域では、湯吹きというして、すや味噌、砂糖、生姜飼料を合わせた、酢味噌であえる。サメ肉は、 一般的な魚類より肉気質、タンパク質が多いため、煮こごりが作りやすい。頭部を使うものが特に好まれ、かつては大釜で煮て作られた。近年では刺身を取った後の皮や粗をさっと茹で熱いうちにザラザラの皮を剥がし、ゼラチン状のものを薄く切って醤油で煮る。味噌漬けにしたサメ肉を小さく切り、千切りにしたごぼう、人参。 シイタケなどの野菜と共に醤油を加えて炊き込みご飯にする。サメ肉を鉄火缶風に巻いたもの。サメ肉にガリとマヨネーズを添えて巻く例も報告されている。最近ではワニバーガーやワニ丼といったサメを使った商品も販売されるようになってきている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。